おはようございます。カスタマイズ時計作りの実績、日本一の南雲時計店、店長の南雲達也です。本日もモーニング YouTube やりたいなと思います。本日はですね、疑難者というか、仁さんというかの一応、えー、最終回というお話をさせていただきたいと思います。前回までですね、えっ、ー、と、さんが2006年90歳の時に疑難者というか、 当時は郵便社だったんですけども、まあ、ギナ能社を自分の部下であったハスラーさんに社長の座を譲ったっていうのが2006年90歳の時になります。もともとハスラーさんとはフランクフルトの時計クラブっていう時計趣味の人たちの集まりで知り合ってでちょうどハスラーさんも前職を退職していたので。 仁さんの会社に入って、仁、まあ、さんの部下として働いていまして、まあ、お互い当然、時計好きで、ハスラーさんも仁さんのファン、仁さんの時計のファンだったので、そのまま就職して、でえー、そのままというかで、会社も引き継いで、仁さんは会長みたいな、アドバイザー的な存在になって、ハスラーさんが、疑、え、難、ー、者を引き継いでいきました。で ハスラーさんはですね、まあ確かに時計は好きで、で、まあとてもいい方で、僕らのこう提案なんかも、お、いいねって言って、割と何でも OK してくれる方で、まあ一生懸命やられていて、えー、十分疑難者も、そうだな、ジンさんの時にぐんぐん伸びていく感じではなかったけども、まあまあいい感じで安定して、えー、時計作りをされていました。で、その間、ジンさんは、えー、やっぱりハスラーさんかなり気に入っていたんで、あの、 ほぼ毎日のように、疑難者に出社して、ハスラーさんと次の時計のデザインとか、機械の,その新しいアイデアとかをずっともうしょっちゅう話してましたね。僕が行ったあの出張で行ったりした時も、もうずっと時計の話をされていて、まあ、昨日お話ししたように、あの僕の,そのアドバイザー的な方がその出張行った時ですね。 アドバイザーの方がそんな話、ジンさんはなんであんなやってんだろうって、ちょっとそれ聞いてみたいんだよねとか言って、ああ、そうだねって、でまあ、結局あの、最終的には僕が、まあ、一応社長なので、僕の意見ということで、あの通訳さんに、そのジンさんはなんでもうこんなお年だし、えー、ずっと時計をこうやっていて、もうほぼ、ね、遊んで暮らせるのに、どうしてそんなに時計作り一生懸命なのっていうのを。 通訳さんに聞いていただいたら、時計作りがもう我が人生なんだよっていう、この情熱の形なんだということをお話しされまして、おおと、みんながね、そこでもうおおと言って、あの、僕なんか本当に感動で鳥肌立つような感じでしたね。あの、うわ、こういう人がいるんだ。自分の人生全部時計作りに捧げてるんだというのをこう思った時がありました。 でまあ、ハスラーさんが2006年から2016年までギナ能者を率いていきましたでその後、えー、クルー社長というのがやっぱりあのハスラーさんのお手伝いをされていて、えー、クルーさんは、えー、とある、まあ、と時計がやっぱ好きだったんで時計会社で働いていてあのセールスマネージャーとかしていてでけど ジンさんの時計が好きだったんで、そこからクルーさんの部下になって働いていて、で、あクルーさんじゃない、ハスラーさんの部下で働いていて、2 0 1 5年ぐらいかな、に、あの、ハスラーさんからクルー社長に、あの、代替わりをして、実際にクルー社長は2016年からですね、ジンさん100歳の時から、あの、技能者を率いてきました。で、 えー、その頃になるとさすがに仁さんも100歳なんで毎日のようには来てなくて、まあ、たまにたまにとか、えー、クルー社長が例えばこういう時計どうだろうかっていうのをま i、あ、n さんのところに聞きに行ってるっていうことが多かったですねだからあー今現在出ている時計のほとんどももともと元々仁さんが あの、考えた時計ですね。デザインとか、機構とか、まあ、いろんなことを、だいたい半分以上、あの、ジンさんの時計ですね。で、それ以降、クルーさんがこう考えたけど、クルーさんは、えっと、自ら全部やるんじゃなくて、ちゃんとジンさんにお伺いを立てて、ジンさん、あ、いいね、といったものが、商品化されている次第になります。で、去年出た、今年かな去年かなあ、今年出たのかなあの、 ごめんなさい。去年でした。2023年に出ましたダイバーズウォッチですね。これは、えー、とクルーさんが、えー、一から考えたダイバーズウォッチとなっております。ということで、えー、と2016年からクルーさんが本格的に今、疑難を現在も率いていまして、えー、ジンさんは2018年2月に101歳で亡くなっちゃいました。で、その、えー、ギリギリまでやっていた時計作りが、えっ、ー、とね、 今、もう生産終わった 4050-04W ていうのとか HS10 いくさ、ごめんなさい、1 0一ですね、1 0一までが、今までジンさんってクロノグラフの目玉の色って文字盤と同色だったんですけども、100歳ぐらいの時に、また自分がえと60年代に作った目玉が白目玉とかシルバーのえー2色になる。 あのリバースパンダですねをやろうということで作られたあのなんていうかなクルーさんとお話ししてリバースパンダを久々にまた復刻させたのが100歳の時でしたね。ということで、えー、今それがずっと続いていましてあの今のダイバーは違うけどもそれ以前のものは大体ジンさんの慣習、えー、が入っているモデルが続いております。 ということで、疑、え、難、ー、のお話、ここで大体終わらせていただこうかなと思います。後ほど、また何かのこう思いついたら、ジンさんとか疑難のお話もしていきたいなと思います。明日以降はまたね、ちょっとまた別のお話をしようかなと考えておりますので、お楽しみに。明日、喋 <laughs> れればですけど、明後日になるかもしれないけど、また、こう何て言うのかな、各メーカーとか各モデルの 背景のお話、裏話とかをしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。